アレクシス・アジンサは、フランスのプロバスケットボール選手。NBA のニューオーリンズ・ペリカンズ所属。ロワール県、サンテテエンヌ出身。ポジションはセンター。218センチメートル、112.5キログラム。9歳まで自転車競技の BMX をやっていて、フランス王者と欧州王者になっている。11歳の時にバスケットボールを始めた。 2008年の NBA ドラフト一巡目全体20位で、シャーロット・ボブキャッツに指名されて入団。2009年10月29日、ボブキャッツは彼とオプション契約を結び2010から11シーズンまでの延長契約を結んだ。同年11月30日、NBA デベロップメントリーグのメインレッドクローズに派遣されたが、2010年2月2日ボブキャッツに呼び戻された。 2010年7月13日、タイソン・チャンドラーと共に、エリック・ダンピアー、マット・キャロル、エドワルド・ナ・ヘラとの引き換えで、ダラス・マーベリックスにトレードされた。2011年1月24日、ドラフト二巡目指名権と共に、ジョルジオス・プリンテジスとの交渉権と引き換えに、トロント・ラプターズに移籍した。その後2年間はフランスに戻り、ストラスブール・ IG でプレーし、 2013年8月にニューオーリンズペリカンズと契約。2015年2月27日のマイアミヒート戦では、ベンチ出場ながら自己最高の24点を記録し、勝利に貢献。2015年7月1日に4年2020万ドルで再契約した。ありがとうございます。